鳥ちゃん。見つけました。結構いっぱいいますね、やっぱり。メジロがいましたしね。なんか他にも鳴いてる鳥ちゃんいるんですけど、探してみます。こっちかな、やっぱり。このように開けた場所来ましたけど、あ、なんか飛んでる。あ、飛んでる飛んでる。あ、シジュウカラだな。シジュウカラがあっちの木に止まりました。周遊遠路1周2キロだそうです。ここからスタートで、この里山のようになっている、まあ、お城なんですけど、お城の跡を周回して1周すると2キロ。これアップダウンの2キロなんで、ハイキングの格好をしてきた方がいいと思います。ムササビ、うわー、ムササビいるんだ、すごいな。撮影に成功してますね。2017年っていうなってますけど、夜遠路を歩いていると視線がふと見上げると目が合いました。夜行性なのかな。結構でかいんだ。
鳥。鳥がいっぱい。ちょっと自分はやっぱりこのイカルがいいかな。ちょっと大きい方が好きかもしれない。イカル。あ、ムササビいるんだ。ムササビの天敵がフクロウ、テン。ムササビの顔、こんな顔してんだ。戦国時代の鎧、鉄砲、刀。ここはお城ですね。天然のお城というか防御陣営ですよね。鷹の仲間、いろいろ見れるそうです。大鷹、大鷹は背中ん飛んでると白く見える。大鷹、2355、のすり、